翻訳家であり、1975年度のノーベル、文学賞受賞者である。モンターレは、ジェノバで、科学薬品トギアの家に六男一女の兄弟の、ぬつとして生まれた。老いのビアンカ・モンターレも詩人であった。1915年、モンターレは会計士として働き始めたが、文学への情熱は捨てきれず、市の図書館や姉の大学の哲学の講義に通った。 また彼は、オペラの声楽も習っていたが、これは、後の彼の作品に影響を与えることになった。彼は、ダンテ・アリゲーリなど様々な作家に影響を受けた、権威にとらわれず自由な発想をした。また、外国語を学び、休日は、家族とリグーリア州で過ごした。第一次世界大戦中は、パルマで志願して前線に立った。その後は、バラルサなどで、 不評体として従軍し、1920年に帰国した。モンターレは、比較的少数の作品しか残さなかった。主な作品は4つの短編誌のアンソロジー、翻訳詩クワデルノと翻訳小説を何冊か、2冊の批評書、1冊のファンタジー小説だけである。また、イタリアの主要紙コリエーレデラセラにも連載を持った。第一次世界大戦を経て、 芸術の世界では、ダダイスムやデステールといった潮流が起こった。イタリアの死の世界では、ヘルメス主義が起こり、ヒロニリ的な死の創作が流行った。また1925年に刊行された彼の最初の詩集オッシュディセッピアには、ファシズムも深い影響を与えた。彼の最初の死には、リグーリアなどの地中海の景観が色濃く現れている。 社会的な身分が上がってくると、彼は自然現象に対して敏感になっていった。1927年、モンターレは編集者として、当時イタリアの市の中心地だったフィレンツェへ転居した。ここでは、ウンベルトサバやビンチェンツォ・カルダレッリが高い評価を受けていた。1929年にモンターレは、ガビネットの図書館の館長への就任を要請されたが、 1938年に、ファシズムにより追放された。この間彼は、ソラリアという雑誌に連載し、ギブロッセという文芸カフェで、エリオ・ビットリーニやカルロ・エミリオ・ガッダと知り合いになった。彼はまた新しい歌を模索する雑誌に対しては、ほとんどすべてに寄稿した。1939年、最も有名なアンソロジーを継助内を出版した。 1933年から1938年の間にユダヤ系アメリカ人でダンテ・アリギエーリを研究するイルマ・ブランディーズと知り合った。二人は恋に落ち、モンターレは執筆ができないほどだった。レオ系状内にはクレシアと呼ばれるブランディーズをほのめかした人物の登場する作品が多数収められている。フランコ・フォルティには モンターレのオッシュディセッピアと計所内こそは20世紀イタリア史の最高峰だと述べている。またモンターレの史に大きな影響を与えたのは T.S. エリオットの戯曲である。実際に当時リバプールの教授の形で在映中だったマリオプラーツからエリオットのアイデアを紹介された直後にそれらはモンターレの作品に現れている。モンターレが 死の中で用いた客観的相関という考え方は確かにエリオットから影響を受けたものである。1948年から死去するまで彼はミラノに住んだ。コリエーレデラ・セラに連載しながら彼はパウロ6世に随行してパレスチナを訪れるなどレポーターとしても活躍した。ジャーナリストとしての彼の活動は1969年に出版された。 フオリ・ディカーサにまとめられている。1966年のキセニア、1971年のサツラ、1973年のジアリを出る71イーデル72など、モンターレの晩年の作品は、初期の作品への批評や身の回りの変わりゆく世界に、対しての皮肉に満ちている。サツラには、妻のドルーシラ・タンジに対する、胸を刺すような愛化が収められている。 この頃には、モンターレの世界的な名声は確立し、1961年のミラノ大学、1967年のケンブリッジ大学、1974年のローマ大学など様々な大学から名誉学位を受け、共和国元老院議員にも選出された。1973年に、ストルガ氏の言うべき賞を受賞。1975年には、 ノーベル文学賞を受賞した。1981年にミラノで亡くなった。1996年には、モンターレが生前あんナりさチーマに託しておいた、ポスチュマスダイアリーという詩集が出版された。当初は、チーマによる偽造説も唱えられたが、現在では本物であると認められている。ありがとうございます。